杉戸高野台駅は埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台東一丁目にある東武鉄道日光線の駅である。駅番号は TN01 杉戸町における唯一の鉄道駅であり、利用客からは高野台駅とも呼称されている。正式名や俗称で杉戸駅と呼ばれないのはかつて 杉戸駅を称した東武動物公園駅との混同を避けるためであるのと、杉戸町旧市街へは本駅より東武動物公園駅の方が近いためである。島式ホーム2面4線の地上駅で、京上駅舎を有している。パスモ対応自動改札機設置駅。定期券は自動券売機で購入か。2011年11月4日より、発車メロディが導入された。 2020年度の1日平均乗降人員は8,955人である。日光線内の途中駅では長年にわたって、さっ駅に次ぐ第2位であったが、2018年度にはさっ駅、栃木駅、栗橋駅に次いで第4位となった。2020年度は新型コロナウイルスの流行による影響で前年と比べ大幅に減少したものの、栃木駅、 栗橋駅が当駅を上回る減少率を記録したため再び第2位に入った。杉戸町、高野台地区のほか、隣接する沙って市、栄地区からの利用客も多い。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。近隣に比べて市街地が新しく、駅周辺に大きな集客力を持つほどの焦点はない。ただし、 小規模の飲食店、スーパーマーケットやドラッグストアはあり、加えて徒歩圏内に大型ホームセンターも存在するため、日常生活物資の調達については、著しい不自由がある地域ではない。ありがとうございます。